ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。のミルクサトマでございます。今回もよろしくお願いいたします。さあ今回はアビスパ福岡編でございます。お願いしますでございます。ということで昇格を決めましたという次の日に撮っておりますけどもね、はい、おめでとうございます。さあ内容的には今日はどんな感じでしょうか。はい、はい、アビスパ福岡優勝しましたが、はい、いろんな問題がすでに発生しております。どういうことですか。丸一、はい、一応契約更新みたいな感じの報道も出たんですが、はいはい、うん、監督長谷部さんがすでに狙われております。狙われている、はい、はい、神戸含めもしかして結構 J1 チームからチラチラ見られてる感じなので、なるほど、はい、それがちょっと怖いよというと、はいはいはい、丸二、確かに昇格を果たしたんですが、うん、実はレンタルで来てる選手が主力をの大半成してるところがあるので、はいはいはい、来年他のチームにみんな帰っちゃった後の主力をどうするのか、うん、これを考えていかなきゃいけないっていうのがあるんですね。なるほど、はい、はい。その中で、うん、福岡の来年、この長谷部体制の中でやっていけるなら、うん、どんな選手が合うのかなってことをいろいろピックアップしてまいりました。わかりました。はい。はい、ってことで見ていきましょう。見ていきましょう。こちらです。ドン出ました。はい。こんなメンバーが、はい、今年戦ってまいりましたと。はい、こう見ると他の J2 チームに比べてちょっと人数少ないですね、うん、よく考えると、ね、そうですね、そうですね、ねえ、なんかそんな感じがすごくします、はいはい、うん、まあ、とりあえずまずは表の見方からね、はい、行きましょう。お願いいたします。お願いします、はい、ピンクゴールキーパーです、うん、青がセンターバック、水色がサイドバックまたはウイングバックです、はい、オレンジが守備的ミッドフィルダーになり、黄色が攻撃的ミッドフィルダーです、はい、黄緑が、まあ、ウィンガーとか、サイドアタッカーが主戦と思っていただければで、はい、うん、緑がセンターフォワードタイプとなっています。はい。そして縦軸は年齢と生まれ年、そしてオリンピック世代どこに属するかということでございます。名前の周りの、縁取り黄色くなっている方は、まあ、主力、それに次ぐ選手がピンクということになってます。はい。はい。そして、選手の左側に、はい、右矢印がある選手が今、レンタルでそれこそどこかから来ているよ。はい。ということになり、黄色が今季中にこのチームに来た方、うん、もしくは来季の内定が決まっているよという方になっております。はい、そうなんです、うん。じゃあまずは各ポジションから、まずは皆さん見ていきましょう。はい、お願いいたします。お願いします、はい。まずゴールキーパーなんですが、うんうん、なんかバランスいいですね。バランスいいですね。世代も人数もね。そうなんですよ、はい、でしかももともとね、スペインでやってたセランテスさんが、はい、主戦ゴールキーパーになってるので、うん、彼が急にこの冬遺跡で持ってかれますとかってことがない限り、はい、ゴールキーパーに予算を注いでる場合じゃありません、うんうんうん、なるほど、ここみんな自前ですからね、はい、だから来季もセラン、来季ついにこう J1 の舞台にこうセランテスを持ってって、うんうん、ね、こんなチームがあるんだぞってことをやっぱ見せてもらいたいなってところがありますよね、はいはいはい、ってことでゴールキーパーこのままで次センターバックいきたいと思います、はい、うん、はい、大問題はここですね、うん、今年もずっと出続けてくれた上島選手が来季柏に帰ります。あーは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 ー、主力センターバックが1枚確実にいなくなる状況なので、はい、もうここはもうディフェンスリーダー1枚絶対に取らなきゃいけないんです、はい、何が何でも。そうですね、そうなんですよ、うん、まあ、ここはもうどうするか次第だなとは思いますが、やっぱディフェンスリーダータイプ今年J1 で経験積んでる人がやっぱり欲しいなというところがあり、一、はいはい、うん、人はちょっとマリノスから今岩田に行ってる、まあ、山本則道選手なんかもいいかなとはちょっとねタイプ的に合うかなと思ったりしたんですが、うん、僕はこの人かなと、FC 東京、はい、岡崎誠、おー清水にいる今、はいはい、来季 FC 東京は ACL はありません、はい、だけど結構メンバーいっぱいいるんです、はい、で渡辺剛選手がもしかすると海外移籍の可能性もゼロじゃないんですが、うん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 、来季少なくとも東京オリンピックやるのに、はい、でこの位置をあえて手放していくのかなっていうのがちょっと分かんない。なるほど、まあね、うん、はい、で今年彼は清水にレンタル行ってましたけど途中から怪我もあって帰ってきちゃったとかありましたが、うん、はい、やはり彼の経験値って抜群なものがあるの で、うん、で自分で言えるタイプだし、もともと福岡ってその東京から福岡に吉本選手が今年ね引退決まっちゃいましたけど、はい、もうそういう流れもあるから、はい、同じような流れで岡崎を借りてなんてこともある意味ではありなのかなってことを思っています。はいはい、うん、まあ、跳ね返せる要因としては、ニクニ・ケネディ・エブスってやっぱね、秘密兵器がいますから。そうですね。うん。はい。なんでこう、ディフェンス真ん中でこう、統率するような、デュエルとかじゃなくて、いろんなこう、みんなのこう、立ち位置をずらしてくれるような、そんなセンターバックが一人いるだけで、大きいのかな。なるほど。思っちゃいます、ね。ここも J1 でね、主力になっていけばということですもんね。そうですね。はい。続いて今度はサイドバックでございます。はい。ここもちょっと問題で、うん、
まあ、大体左は今年、和子選手、湯沢選手あたりがやってくれたんで、このままの2人残ってくれれば問題はないんですが、右なんですよね。うん、サロモンソン選手が今、広島からレンタルで来ています。なんで、普通に行けば帰っちゃいます。なんで、福岡としては、来季もってので、レンタル契約を延長できたら、大きそうな気がします。うんうん、あ、ここ、ポイントですか。ただ、ね、元のチームの影響が全てなので、そこがダメって言ったら、もう、それはダメですから。まあ、そうですよね。そうなってくると、確実にアシストのできる選手が一人いるのは、僕はでかいんじゃないのかな。思っています。となってくると、今の東京ヴェルディの福村貴之選手。J1 経験はほぼないんですが、少ないんですが、今、おととし、あ、ごめんなさい、去年ですね。去年、ガイナーレ鳥取で、J3 でアシスト王になりまして、で、今年も今、8アシストといわれる J2 の中で2位、3位ぐらいのところにつけてるんですよ。アシストランキングで聞いたら彼はもう使える。いわゆる計算の立つ選手になるので、で、右も左もできる選手ですから、結構合うんじゃないかなと思っています。なるほど。で、または、今、鹿島にいる、小田いつき選手あたりもいいんじゃないのかなと。理由としては、東福岡高校出身なんですよね。アビスパ福岡ですし。なるほど。ちょっと来てよ。なんかありなのかな。なんそうですか。続いて今度はボランチでございます。まあ、ここはまず、前広幸というビッグネームがもういますから、アビスパ福岡の中での。素晴らしいキャプテン。彼がいてくれれば大きな問題は起こらないので、その相方をどうするか。で、控えとしては、鈴木選手、田辺選手、重弘選手、ここあたりも全然問題ないので、最強のレベルですから。いわゆる、今年来てくれていた松本大志選手のような存在を、来年も残すことができるか、同じ似たような選手をどこかから取ってくることができたら大きいのかな。サロモンソン選手と同じで、こちらも、福岡としては、松本くん来年も貸してって、来年だって帰っても出られないかもでしょ？だったらこっちで東京、彼の東京オリンピック出場のためにも、どうかなんてことは言えるかもしれない。それが成功したらそれでいい。それができなかった場合ですね。今、ガンバ大阪から町田ゼルビアにレンタルで行っている、高江レオ選手なんてのはどうかなと。理由。東福岡高校出身なんで。なるほど。あ、いいんじゃないかなーなんて。やっぱそれも大きいですもんね。誰写真立ちであるかどうかっていうのはね。まさにだよね、マーさん。今年このアビスパの中で、なんかすごく飛躍遂げたなって思う選手は、まあたくさんいるんですけど、その中の一人に増山朝日選手がいるんですよ。彼は今年神戸からレンタルで来てる選手になるんですが、もともと東福岡高校出身で。ほう。ね。東の彗星とか、そんな感じで言われて、東のクリロナか、なんていうふうに言われてましたから、赤い彗星、東のクリロナ、なんて言われてましたから。それがやっぱ福岡の地に来ても大躍進遂げてくれてるところあるので、なるほど。東福岡組、この地だったらいいんじゃない？ありえそうですけどね、まだその噂があるわけではないということですね。ないけどね、いいんじゃないかな。なんか、人とポジション的にはそれをいいんじゃないかと。はい、思います。そして、出身的にはね、ゆかり的には可能性も高いんじゃないかというお話ですね。でございます。続いて今度は黄色、黄緑のところ行きましょう。まあ、っていうふうに今、松山選手のこと言ったんですが、まずちょっと数えてほしいんですけど、黄色今何人いますか？黄色今何人？ここの黄色の縦軸のところ、上吾選手からのところで。3人、4人。ですね。で、黄緑には菊池選手、福光選手、6人います。ただその6人のうち3人に右矢印がついてる、いわゆるレンタルの選手なんですよ。そうです、そうですね。だから単純に考えれば、みんな帰るって選択しちゃうと、黄色3人しかいないので、そっか。絶対に取らなきゃいけないポジションなんですよ。さっき言ったゴールキーパーに金かけるぐらいだったら、他のところに金回せってのはまさにここの話で。帰っちゃったらどうするのよって人数がマジで足りないと。で、だったら、福岡ってそれこそもうみんな粒揃いの選手が揃ってるから、いわゆるベンチ層は特に問題ないんじゃないかと思ってて、主力層を何人かその上島の代わり、あとはこの、2列目の代わり1人2人。そのあたりが必要なんじゃないかと思うんですよ。すると、やっぱそうなってくると、やっぱ J2 で別格だった選手たち持ってくるのも面白そう。そうだね。しかももう J1 に行くわけだから誘いやすいですもんね。そうなんですよ。吸引力ある。松本、山賀、エルジーニョ。おお。
ここ大きいんじゃないかなって取れたら。わ、なんかありそうというか。うん、なるほど。なかなか日本人以外ってあんまり狙いづらい、狙われづらいってところありますけど、ある意味では結構外国人選手も多いチームでもありますし、ノウハウあるんじゃないかなってので良さそうだな。ほう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 。で、なんでそんなこと言ったかっていうと、はい、まあ、今年まずファンマっていう選手いますが、はい、まあ、東野選手がおそらく来季は川崎にね、多分帰ると思うんですよ。はい、で、J1 で戦う中で、チャレンジャー系のチームが得点するには、はいはい、まあ、正直ある程度クロスからのボールでいい高さの選手がボーンとこう決めていくって。はいはいはい。うん。一人ね、今、Gリーグに来たがってる選手がね、ブラジルにいるんですよ。何それ。うん。でも、マーさんも知ってるの、皆さんも知ってるの。はい、知ってるの。ウェリントン。わー、元福岡にもいました。そう、福岡から神戸行って、はい、神戸からまあね、いろいろ帰っちゃったんですけど。はいはいはい。なんか日本に来るためにチーム辞めたらしいんですよ。ちょうどこのタイミングで。はい。で、ちなみに言うと、はい、この収録する前日かなんかなんですけど。絶対欲しいじゃん、絶対欲しいじゃん、じゃあ。ね、ほんと、アビスパ福岡のインスタをフォローしたという情報。近代遺跡前手がかりの一つと言われる。そうなんですよ。はあ、はあ、はあ。あるね。間違いないんじゃないの、先生。てか、フォローしとけやん、いたんだから。もともと。すごいね、それ先生。これあるね、と。絶対あるじゃん。そうなんですよ。うん、そうすると来年、うん、ファンマ・ウェリントンっていう信じられないツートップが確立される可能性があるんですよね、このチーム。高っ。高いし、二、うん、人で20点とか全然可能性あるから。そうですね。後ろでサイドを守備できて、はいはいはい、アシストできる選手がいればいいんですよ。なるほど。そうすると一人アシスターとしてはセルジーノいいんじゃないかと。はい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 。あと、もしくは、レノファ山口、高井和馬。そろそろ彼はもう J1 行くべき選手ですし。はいはいはい、うん、アジアの岡山、上城さとき。なるほど。このあたりが一人入ってくると、右にセルジーニョ、左に上城は高井。はい。で、ファンマ、ウェリントン。で、控えには山岸、木戸東也が。これはでかいんじゃないかなと思います、ね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、はい。なんかリアリティのあるお見立てでございましたね、今日は。全然、まあまあ、最後のはね、手がかりありましたけども。はい、そんなのが、感情として出てるので、このあたりはどうかなというところでございます。はい、なるほど、まあ、とにもかくにも昇格決まってるわけですからね、ベースアップ、うん、戦力アップは、まあ、間違いなくしていくということですね。そういうことでございますよ。楽しい時期ですね、これ。楽しいね。なるほど、なるほど。さね、まさ、あと遺跡の情報はね、ミルアカでもこう随時ね、できて発表していきます。毎週出していかせていただいて、毎日やってますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、ミルクサッカーアカデミーの上間でございました。ノーミルク佐藤でございました。はい、それではまた明日聞いてください。ありがとうございました。